こんばんは、かっけんです。おはようございます。まあ、挨拶がだんだん違うんですけど、まあ、今回は FIFA の方やっていくんですけど、あの3人でやっている UT の方なんですけど、まあ、ちょっとなかなかやっぱ触る機会が週1しかなく、うん、あの 2,3 時間しかないんで、まあ、報酬も引けない、ディビライもできないということなんで、確かに一旦完結します。早い。何個言うと、スタッドの組み方、試合はこれをやりましょう。あ、そっかそっか。で、まあ、試合やって3回ですから、ね、3回だな。で、4回目懐かしい。で、まあその4回目なんですけど、自分たちの手持ちの選手を全員売却します。早くも。あんまり使わなかった。あんまり使わなかった選手たちだけど、はい、まあそうですね。まあマネが30万ぐらいですかね。そうだね。あの時で多分28とか30ぐらいで売れた気がする。で、まあ3チーム分作れたんですけど、うん、今度は全選手打って、まあスカットをまあ1人できるのか、もしくはあの高い1体を1人に戻すかっていう、マネで作ったあの俺らの3つのアカウントを最後全部お金にして誰買えるのかっていう、マネは絶対買えない。もう無理。マネは絶対買えない。っていうために、まあちょっと今回はいつもより早めに撮影しまして、まあ自分がちょっと裏でまた活動しないといけないんで、その全選手売らないといけないんで、受け作業がある。そうかそうか。っていうわけで、まあとりあえず選手の方を打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、これ俺が使ったやつだ。はい、レート高い順で、まあとりあえず調べて、まあこんな感じの選手たちが。あ、ロリスなんかまだ5000円ぐらいするんじゃん。とりあえずロリスはじゃあ見てもらって。お、1万3000とか全然。いや、フランス人。あ、そういうことか。プレミアのフランス人。プレミアのフランス人だ。バラントだって完璧なのはね、まあ。まあまあ確かに。ちょっと難しいですけど、まあ確かに。1万3000。いい。あら、いいじゃん。いくらで買った？1万4000。1万4000。あ、じゃあ、あんま値下がりしてない。マジか。すごいね。これだけ良かったわ、じゃあ多分。じゃあ、1万4000とかにしとって。いや、4000は売れんだろ。売れないですか。4000は絶対売れないと思う。どんくらいが1万2000ぐらいとかでいいんじゃないですか。あと2000で、じゃあまあこれでとりあえずロリスを出していきます。ロリスよくわかんない人が1万5000で買うかもしれない。確かにね。多分次に高いのここのアクティブチームの人たちですよね、多分。これやばいな。まあ多分レバハーランドが多分ね3万4万ぐらいするんじゃない。ハーランドは2万とか1万とかすんじゃないかな。まだ、まあ、4万3500じゃない。そうですね、じゃあ4万台で。高っ。俺だって買ったらいいよ。ほら、あ、なんだら、なんだら上がってる、なんだら上がってるよ。確かに上がってますね。レバ転売、レバ転売。マジか、すごいっすね。レバ転売して、これハーランドも上がってんじゃない。確かに、まあ、3週間ぐらい前ですもんね、これ、買ったの、確か。線形の面しかなかった。すごい。じゃあ、まあ、レバもじゃあ売却出していきたいと思います。ハーラン買っただけで高くなってないだろうな。2万1000はしないじゃん、さすがに。2万1000、あーちょっとでも、うん、1万9000でも全然買われて、ああ19250じゃない。ちょっと下がったわ。うん、さすがに。まあまあでもこのぐらい下がるぐらいならまだ、まあね、だって落ちてるやつら全然いい方じゃないですか。2、3万平気でどんどんいってるからね。そうっすよね。でも分でさ、こいつらしかいないってことですね。まあ、逆にそうっすね。逆に多分そういうことだと思う。じゃあ1万9000で出します。はい、10万のうちだって新たに2万ぐらいかけてるでしょ、ほぼね。いってるっす、多分。1万6000。そんなか。まあでも、1万6000かけして今、ほら、2200。これは本当にすごい。あ、もう売れた。あ、ちょっと待って、売れてた、うん。この値段の選手でも、こんだけ落ちてもでもね。そうっすね。2000円くらいですかね。もうほら、みんな売れちゃってるもう4人。そう。まあそうっすね。じゃあ、一応まあ裏で全員、これから自分が作業していくんで、はい、即決しないで売っていきたいと思います。まあ、ちょっと裏で自分があの激坂 UT のアカウントを使って裏で仕込んでましたけど、はい、うん、まあ、結果がはい、こんな感じです。え、なんでこんな増えた、なんかずれした。いや、試合全くしないですよ。32万で、まあ一応、まあ、いじって誰が売れたとか、ああのー、あれっすね、まあ FIFA やってる人は分かるんですけど、 SBC のあのールールブレイカーとかで85とか86レートの要求とかが来たんで、あの辺が高く売れたか、まあ、そこら辺が多分、まあ、2万コナテとかやっぱ、まあ、ロイスとかも、あ、すごい、だってコナン売ってるもん。あ、そうそう、コナン
俺らが一回も使わなかったコマン、ロイスとかも3000円とかで購入だったんですけど、まあ倍近く倍になっとるやん。そうですね、ここら辺のレートちょっと高いのが、そうだね、まあその SBC っていう、まあ、ミッションのやつで割と要求があったんで、ちょうど売るタイミングが重なって、まあ、ここら辺はそう、なんかあれだね、32万ぐらいで俺ら始めなかった、だから要は元に戻りました。すごくない？奇跡起こったじゃんこれ。すごいっすね。奇跡をこんだけ市場ガタ落ちしてる中でさ、いやまあ確かに元に戻ることある。まあまだ中にはちょっといたんすけど、まあさすがにここら辺売れなかったんで、まあクイック売却するのもあれだなと思ったんで残ってるんすけど、まあ売れそうなのは一応売ってあんな感じになりました。32万はい、元に戻ったね。元に戻りました。なんだちょっと増えた、ちょっと増えたぐらいな。そうだよね、まだ出してない人たちもいるから、はい、ちょっと増えたよね。ちょっと増えた感じは。すごすぎでしょ。ちょっとね、俺20万コインぐらいしかなんないかなと思ってたよ。ですよね。まあこの33万ぐらいですかね。どうするか買って。まずじゃあさ、マネ買えるか見よう。はい、ああ、そうですね。俺たちのあのスタートのきっかけだった、ね、マネ今いくらぐらいな？はい、21万5千だって今。まあだいたい5、6万ぐらいですかね、落ちた。落ちたね。28万ぐらいで確か売った気がするんで。これなのに俺らの金は同じようぐらいとなんならちょっと増えてる、はい、すげえすげえわこれで、まあ、結果ちょっとプラスになったっていうことでどうしますか。解体選手とか。解体選手、解体選手、まあ誰買えんの今32万でマックスって。これこの方法で増やしていく、ちょっとずつ。アイコン転売するか。上がるんじゃない30万のアイコン。ちょっと30万、上がるってか下がってかないんじゃない。ああリュディガーとか30万クラスか、まあ、30万台。アーノルドなんかもうちょい安かった気がするんだよな、朝見た時なんか20万そこそこだった気がするんだよな。マルキ、マルキ、あービミね。まあでもこのクラスってことか。アイコニック的な選手たちはこんな感じですかね。なんかアイコンはなんかあれだよね、はい、ブラフラとか着てもあんま下がってかないっていう、そうですね、はい、あんまりよく分かんないんだけど俺も。ああそうなの、なんでか分からないけど、そうあんまり下がらない、この辺のアイコンって使ってていいのかな。確かに、あんま当たったことないんだけど。おかしいですね。あでもサネッティたまに見るな。へえ、サネッティたまに見る。誰が強いのか分かんないな。ガットゥーゾだ、懐かしい。マネからシフチェンコに。前からシフチェンコ。マネよりは落ちていかないだろうね。まあシフチェンコね、すごいっすと思います。じゃあ即決でシフチェンコになった。あのマネで始まったUT が初アイコンシフチェンコ。あの時いくらだったんだろうねシフチェンコ。確かにそうっす。マネを俺たちが売った時調べるの出てくるか、あの辺あの時期も。アイコン入れるとかっこいいね、やっぱ使ったり。すごいですね、やっぱ。まあ一応、3人分のスカットを打って、シェフチェンコを購入しました。うん、マネがね、マネがシェフチェンコに。え、何円でしたっけ、これ課金。1万分の、まあ、買える FIFA ポイントを買って。ああ、これでシェフチェンコだったの。あ、でも、あの時の1万ポイントの売れじゃ、多分シェフチェンコ買えなかったよね、あの時は多分。そうですね。それが時を経てシフチェンコ変えたと。はい、時間が経ったのになんかクラブのお金減ってなくて売ってみたら、うん、そのままだった。シフチェンコ変えるレベルまで勝ったっていう。勝手にシフチェンコが落ちてきてくれてて、まあ FIFA の、まあ、3人のこのアカウントの、まあ、シリーズ、まあ、4回ぐらいしかやってないんですけど一旦終わりにして、で、まあ、もし、まあ、裏で転売シフチェンコできそうだったらもうちょっとプラスにして。なるほどね。っていう風に裏ではやっていくので、で、まあ、もし動画また撮る機会があったら FIFA もシリーズ化もやっていきます。まあ、というわけで今回は3人のスカットを解体していきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。